尾道市立美術館尾道市立美術館は、広島県尾道市の先行寺公園にある市立の美術館。1980年3月、旧 NHK 尾道放送局跡地に開館。その後、建築家安藤忠夫の設計により改築され2003年1月11日に再開館した。本館と新館の2つの建物からなる。本館は、寄せ棟作り。 本河ラブキの屋根に国十分西郷寺本堂を模したもので展示室の他に1階にカフェミュージアムショップ2階にロビーがありそれらから尾道水道を一望できる新館は安藤建築の特徴である打ち放しコンクリートにガラス張りの四角いもので全て展示室からなる内外の優れた美術の展覧会を行うとともに尾道ゆかりの美術の紹介に努めている 先行寺公園は桜の名所として有名で、美術館付近には珍しいウコン桜、魚いき桜の木が植えられている。また、南側斜面には緊張により、女中菊が植えられている。1978年に尾氏、小野道市は市政80周年を迎え、記念事業として市民からの要望が多かった美術館を建てることとなった。 旧 n h k 尾道放送局の建物を改装、新たに建物を建設して、1980年3月に開館した。1998年の市政100周年、翌1999年の西瀬戸自動車道開通を機に、市は、町ごと、芸術、文化館構想事業を推進することとなった。その中で、竣工から60年以上経つこともあり、 旧館を取り壊し、新たに建物を建てることを決定した。設計に安藤忠夫を起用、本館を改装し古さを活かしながら、新館と融合させ、風景を生み出していく構想を発表した。2001年5月から旧館しその後着工、2002年9月、春光、2003年1月10日に再開館した。総工費6億2000万円。新館は、 鉄筋2階建て、延べ床面積約670平方メートル。ありがとうございます。